はじめまして、ショコというものです。よろしくお願いします。もともとランク1ナースというタイトルで動画は上げさせてもらってはいたんですが、最近最終回を迎えたということで番外編を今回撮ってまいりました。で、今回の番外編の内容というのがナースの最強のパーク構成、これ僕発明したんでちょっと皆さん見てください。まずこの感じですね、呪術狩りの興奮、呪術むさぼられる希望、闇降り弟子者、鹿漁師、この4つのラインナップでございます。で、メインがもちろんこっちの2つですね、狩りの興奮とむさぼられる希望。はい。で、これはこのパークはまあ前からあったようにトークンを貯めていくうちにまあキラーがどんどん強くなっていくっていう感じのパークなんだけど、トークンを3つ貯めるともうすでにゲート開放後にサバイバーを一発でダウンさせられるようになるノーワンっていうのがあるんだけど、これトークン3つ貯めるとその状態じゃなくてももう通っても破壊されない限りずっとノーワンっていう最強のパークです。これうまく使いこなせば、はい。なんですけど、これ昔までは、昔っていうか前まではトーテムを知らないうちに破壊されて効果を発揮する前にやられるってことが多かったんですよね。だけど今回この狩りの興奮、これいつの間にやらなんか能力変わってて、呪いのトーテムを誰かが触ると通知が鬼に行くようになるっていう効果が追加されてました。はい。なんでこれとこれ組み合わせたらやべえことなんじゃねえかなと思って今回動画撮ってまいりましたので、ちょっと皆さんに早速見てもらいたいと思います。はい。ということでよろしくお願いします。
you